目の前にして楽しむことができるところ、ゴーカートの施設もあるところです。空気もいいですし、本当にあの気持ちのいい公園、月巡り公園と言います。またここを通過いたしますと、やがて右側の方には国民休暇村があります。ビジターセンターなどもありますが、ここもお風呂だけを楽しみにおいでになる方も多いようでございます。最近夕食もちょっとこう美味しくなったという噂を聞いております。とにかく国民休暇村でございます。以前の